で、これがさっきの、チャット GPT が作った、ヒンディー語の短い物語です。で、ちょっと読んでみますね。エクバールキーバートヘイ、エクアームアドミー、アプニーガールセバーハルニクラーターですね。で、ここの中の私、アームっていうのがよくわからないんですよ。なので、ちょっとね、これについて質問したいと思うんですけど、その前にチャット GPT に先生として、ここからは役割をね、役割を果たしてほしいので、こういうふうなプロンプトを入れてみました。今からあなたはヒンディー語の先生ですよ。私の質問に日本語で答えてくださいと。で、意味というふうに私が言ったら、その意味を教えてくれる。で、文法というふうに私が書いたら文法を教えてくれる。この英字っていうふうに私が書いたら、このトランスクライブね、英語のトランスクライブをすると。で、構文というふうに私が言ったら、この、そうですね、なんていうか、シンタクティカリーですね。ちょっとお願いしたいということですね。で、それで英語で答えないでくださいねと、そして日本語で答えてくださいねと。で、分かったら最初の質問は何ですかというふうに、答えてくださいというふうに書いています。最初の質問は何ですかですね。で、最初の、その私が聞きたかったのはこれですね。このアームがよく分かんなかったので、これの意味を聞いてみたいと思います。これコピペして意味というふうに入れました。いや、それ日本語で教えてほしいんですよね。じゃあね、ちょっとこれ。普通の一般的なという意味です。なるほど、わかりました。こういうふうにね、ヒンディー語で教えてくれちゃうこともありますが、それでダメだったら日本語で教えてくださいというふうに聞くと、この言葉を日本語で教えてくれるというわけですね。じゃあ、これで言葉の意味を、教えてもらうところは、このデモ、そういうデモンストレーションをやってみました。